今月1日、電力会社は円高差益還元などを理由に電気料金を値下げした。北海道電力の値下げ率は全国で最も小さく、他の電力会社との料金格差は一段と広がった。料金改定についての公聴会でも、料金格差の拡大と設備の過剰を問う声が相次いだ。使用規制が導入されることに伴い、泊原発1号機2号機の設置及び稼働は重要な問題であると思います。設備計画及び需要想定はあまりにも課題に見積もられ続けています。でその意味で、泊原発の稼働によって早期に北海道電力が値上げに乗り出すのではないかということを非常に危惧するものです。泊の原子力発電所年間売上のかつて建設の当時は年間売上高の倍を超すような、そんな設備投資でした。私たちはこんな設備投資はいらないというふうに主張してきました。そして結果的に現在そういう事態になっています。北海道電力の給電司令室、翌日の電力需要を予測し各発電所に発電量を割り当てている。泊原発の運転開始に備えて、この2年間で合わせて35万キロワットの火力発電所が廃止された。明日の最大は19時、明日の最大は19時、火力の内訳いきます。知内167、知内167、伊達0、伊達0。伊達発電所、北海道最大の石油火力発電所である。1、2号機合わせて出力は70万キロワット、昭和55年に完成した。しかし電力の需要が伸び悩み、昭和60年度以降稼働率は 10% 台に抑えられている。過剰投資か過剰投資でないか、先ほど申し上げましたように一時瞬間風速を持ってものを判断するというのは非常に危険だと思っています。やはり長期的に見て、我々は判断すべきである。で、我々は北海道の経済発展の中でですね、電気が足りないっていうのは事象をですね起こすわけにはまいりません。やはりそれからまたコストも他の地域に負けないって形も作っていく必要もある。その両面から考えたときに、いろいろご批判はこれは受けます。ご批判は受けますが、私どもなりにやはりそのご批判を考えながらも自分の方向づけをですね見誤ることのないように努力してまいりたいと、こういうふうに考えてますが。泊原子力発電所では今年6月に運転を始める1号機に続き、再来年6月の運転開始を目指して2号機の建設工事が続いている。トゥーチープトゥーミーター、つまり将来はメーターで測る必要がないほど安くなりますよという原子力発電のキャッチフレーズは、オイルショックで石油の価格が暴騰したとき実現するかに見えました。しかし原発にとってオイルショックは諸刃の剣でした。石油価格の暴騰で経済が停滞し、電気の需要が思ったほど伸びなくなったからです。このため巨大な発電量で初めて経済性を発揮する原発は効率の悪い存在になりました。これに加えてアメリカではスリーマイル島の事故の後、原発の安全に関する規制が年々強まって原発の建設期間が大幅に伸びました。そこでアメリカの電力会社の経営者は原発の経済性に見切りをつけました。これに対して日本では輸入に頼らない自前のエネルギーを確保しようと、電気の需要が伸び悩んだ後も原発の建設を推し進めています。設備投資をしやすくしている電気料金の制度もこうした政策を支えています。原子力発電は小回りが利きません。このためオイルショック後の時代の変化に合わせられず、現状を見る限りかつて言われたようなバラ色の経済性は失われています。明日は原発の推進か撤退かで揺れ動くヨーロッパの現状をお伝えします。